はい、皆さんこんにちは。佐賀家としてございます。今日のね、ザクザク15時30分にこんな記事が出てまして、岸田政権に激震、また地方選敗北、岸田首相選挙の顔失格か、政権浮揚策は次々不発、面目潰され、窮状に追い打ち、ということですね。触りを読みますと、岸田文雄政権が地方選挙で深刻な痛手を受けた。12日に投開票をされた福島県議選で自民党が単独過半数を割り込み、固い保守地盤とされる東京青梅市長選でも自公推薦の現職候補が大敗を喫したのだ。自民党は先月の宮城県議選でも公明党との合計で過半数割れしている。報道各社の複数の世論調査で内閣支持率が 30% 以下の危険水域に突入する中、岸田首相を選挙の顔として戦うことへの危機感がさらに高まっている。政権浮揚が次々に不発となる中、岸田首相は過去の税金滞納を認めた神田健治財務副大臣の進退問題でも結論を先送りにして、納税者の怒りを買っていた岸田不信、岸田おろしが加速しかねない状況だと。神田さん、辞任を表明されましたね。まあこれで一段落ですよ。遅すぎますね。もうバレて即降りていればですね、うやうやとする報道も少なかったんですけども、これは岸田にとって大きなダメージでしょうね。その岸田がね、だいたいこういう時処分を先送りするんですよ。で、伸ばして傷を広げるっていうパターンですね。あのバカ息子の時もそうでしたしね。センスないですね、本当に。でですね、これね、僕らは自民党負けようだと思ってるんで済むんですけど、党のですね、自民党のですね、国会議員さんたちはですね、なんかこう、首筋がこう、うーってこうなってるわけですね。やばいと。特にですね、衆議院議員です。この前、去年選挙があったです。去年かな、選挙があった参議院の半分の先生方はですね、俺先やもん、まだ先やもん、5年先やもんとか思ってるわけですよ。4年半先か。思ってるはずですけどね。衆議院議員はですね、もう任期2年を超えました。折り返しを超えてですね、残り2年のうちのどこかで総選挙があるわけですね。で、年明けあるんちゃうかというふうに言われてるんですけども、年明けにですね、岸さんがですね、まあ予算をまず通しますよね。予算通すのが多分2月末か3月頃ですね。その後解散とかって言い始める可能性があるわけでして、そうだったら自分はどうなるんやろうと。またですね、要は戻ってこれるのかという問題ですね。で、そわそわとし始めてるんちゃうんかという感じがします。多分ですね、今すぐに解散したらですね、自民党は20、30で済むんかなという感じですね、マイナスが。20、30済むんかな、もうちょっといいかな。でも代わりに どこが伸びんねって言うたらですね、もう維新とですね、立民しかないんですね。あとは無所属がちらほらと行くだけであって。だから、存外20ぐらいで済むんちゃうかという気もするんですよ。で、公明共産が増えるとは思えないでしょ。入れるとこないやんということですね。簡単に言えば。で、昨日かな、日本保守党というですね、百田さんの有本さんの政党が大阪でですね、遊説演説会みたいに開いたら1万数千人集まったということであって、これすごいですね。ということは、彼らは比例でですね、もしかしたら2桁ぐらい確保するかもわかりません。岩盤保守層と呼ばれる人たちがいるんですね。まあ簡単に言えばですね、安倍さん大好きみたいな、そういうタイプの人ですね。いわゆるこう、今の岸田みたいな、あんなぬるいって言って、もっと日本はって、主張せみたいなですね、そういう人たちですね。まあいわゆるコンサバ、保守コンサバ、コンサバのウルトラコンサバみたいな感じの人たちですね。
が一定数いてですね、あとその人たちの票を集めるとですね、2桁、比例だけで2桁いける可能性があります。参政党というのがあってですね、これもどっちかというと保守ですよね。あれよう知りませんけども、うちの私の住んでるね駅にですね、最近よくですね、その参政党という上りが立ってですね、あのあんちゃんがですね一生懸命なんか言うてるんですけど、聞きませんよそんな僕。なんかあの普通のこと言ってますよ、子供たちがどうのとかなんとかねとかってふーんとか聞いてるんですけど、あんな上手だと思いませんけど、まあ喋り方がこう味っぽくないんで、あ左翼ちゃうんかなという感じがしますけどね、こう絶叫調でもないんでね、まあそれはいいんですけど、そんな政党がちょろちょろ伸びる感じですね。ほんで維新はねいっぱい事件起こしてますけどね、あの万博がまだ失敗というふうにはですね言われていないでしょ。こう大きな流れが失敗になってはいないでしょ。あれ25年にほんまに万博やるかですね、あ来年中に延期とか言うとですね、維新がですねダメージを受けるわけでして、まあ維新としては早めにやってほしいなと、今やったら増やすことができるという感じですね。で立民もね、あの何回言いながらね伸びるんちゃうかなと思うんですよ。前回負けすぎという感じがします。いつも言うてます通りですね、世の中には自民大嫌いというやつがいるんですよ。おそらくその保守岩盤層よりも数は多いんちゃうかなと思うんですね。自民嫌いっていう人が、自民には絶対入れへんみたいな、そういう人たちって入れるとこないんですよ。今自民嫌いという人は絶対維新には入れませんよ自民なんか嫌いって、虫ずましろ嫌いという人は維新には入れません、まあ、ちょっと嫌いかな、まあ、まあしゃあないな、今回維新しとこうという人はいますからね。あのただもう、こう自民党は何が何でも嫌いっていうですね人はですね、もう立民に入れるかですね、まあまあまあちょっとあれですね、その現実的な人は国民に入れるか、そんな風になってしまうわけですね。そうなると、その存外負けないとは思うんですけど、まあ、それは置いといて、自民党の先生方、自分が当落線上にある自民党の先生方はですね、一言ちゃうね。あかんね、俺は落ちるかもわからんとなるとですね、なんとかならんのかと思うわけですよ。もうちょっと選挙に勝てそうな総裁選ぼうなってなるんですよ。で、本来なら岸田おろしに行くところではありますがですね、ちょっと国会が忙しいと、臨時国会もすごいあるんですけども、あの来年からですね通常国会が始まりましてですね、そこで予算審議を済ませてしまわなあかんわけであってですね、でまあ今ですね臨時国会終わったらすぐにねこう地元に帰ってベターっとですね、あの年末のですね忘年会に出まくってですね、年始のご挨拶をしまくってですね、なんとかやるんでしょうけども、まあそれにしてもですね、春先に解散があったら俺は落ちるかもしれへんとみんな思うわけですね。で、なんとかならんのかとざわ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 としてるんです。ところがですね、岸田おろししようにもですね、ネタがないんですね。ネタが。何かね、きっかけがあればいいんですけど、あの、神田副大臣みたいなね、あんな小物がちょろちょろやったぐらいではですね、大きな流れは作りにくいなと。何かないでしょうかね。大きな問題が起きて、岸田さんが右往左往するとかですね、どうでしょうね、大きなミスをやらかす、岸田さん自身のミスをやらかす、あるいは前みたいに側近がですね、大きなミスをやらかすみたいな、あるいは露見するみたいなことがありゃいいんですけど、あれいいってことはないけど、あればですね、岸田おろしは起きやすいんですけども、今のところ直接のネタはないんですよね。ただ人気が低いと。で今後回復する可能性はほぼないですからね、あの様子を見てると。となればですね、岸田おろしにつながるこう事件がないわけですね。でもこれ変な話、何かそういうね、これやというネタが出てきたらですね、一気に岸田おろしに動くと思いますよ。でなんせね、第4派閥なんですよ。で、キーを握ってるのはやっぱり第1派閥である安倍派なんですね。清和会、ただその清和会がまとまりがないですね。ボスがいないもんですから、ただ何となくこの意思統一ができるような何かがあればですね、清和会としてもまとまるわけです。で岸田、そしてその次の一番の問題は次誰にするかということですね誰もが次この人という人がいないわけですよ。
で、またあの石破さんみたいなそのアンパンマン潰したところのあのおっさんが出てきてちょろちょろしてるでしょ。あいつね、弁舌爽やかではないんですよ。だからあいつよりもですね、やっぱり選挙が一瞬活だけやったら 高市の方がええんちゃうかなと。河野太郎ちゃんは反発買いやすいですね。その自民党の議員さんたちの間でも反発買いやすいし、あ、もちろん高市さんも反発買いやすいというかほぼ買いまくってるんですよ。でも対国民なんですよ。選挙用のボスですからね。まあ女性の方が戦慄差があって高市さんやったら勝てるでしょうね。まあでも高市でまとまれるかどうかですね、自民党は。まあそんなことを考えております。ザクザクのですね、このアドレスを一応貼っておきますんで最初だけ読みました。はい、皆さんどうもありがとうございます。